次に、中馬参考人にお願いいたします。私は、あの、スライドを、あの。見ていただきながら。説明させていただきたいと思います。あの、お招きいただき、どうもありがとうございます。あ,ますあの、タイトルは。あ。あ、彼女がやってくれる。あ、ありがとう。あ、あ、そうか、そうか。じゃあ。ここあ、ポイント。 えー、あり得るかって書いてあるんですけど、うん、難しいかもねっていうところがあまああります、えー、でも2030年ぐらいはどうだろうかっていうのが、あっ、すいません、次、お願いします、えー。2030年ぐらいだったら、どうにかなるかもね、運が良ければというふうなプレゼンになってます。 それで、えー、プレゼンはだい、えーえっと前半と後半に分かれていまして、前半の方はあのまはあ、産業の米というのは日本人の好きなフレーズなんですけど、そんなもんじゃありませんね、えー、社会発展の原動力なんですよっていうふうな、そういう説明をやります。でこれはとても簡単で皆さんにお分かり 失礼なことを言って申し訳ありませんが、お分かりいただける部分じゃないかなというふうに思いますけど、後半2030年ぐらいで何かチャンスがあるの、えー、ちょっとチャンスが出てきたみたいですよっていう話はちょっと難しいと思います。参考資料の方は見てもさっぱりっていう部分があ,のあられるかと思いますけど、えー、まあ、こういう順序で説明したいと思います。次お願いします、えー、それで半導体が その日本人の好きな産業の米ではなくてです、ね、もう社会発展の原動力そのものなんですよっていうところで、これにもっと早く気づいていただきたかったですねっていうふうなところが、次のお話になりますで。全体の前半の,あの流れはです、ね、ここにあのまとめてまして、まあ、キーワードというのをあえてあの拾いますとです、ね、下の方の黄色いところなんですけれども、 まあ人に社会を合わせるというところが、われわれにとってはとても重要なことになってきてるんですけど、英語で探しますと、マスーパーソナライゼーションという形になるかなというふうに思うんですけど、これを実現するために半導体はまあ不可欠、私たちの社会発展は半導体なしにはありえない。 というところのロジックを次にお話ししたいというふうに思います。で、えー、なぜ社会発展の原動力となってきたかというところ、次お願いします。えー、そうするとですね、まあ、先ほどのマスパーソナライゼーションっていうふうに申し上げましたけど、まあ、デジタル技術の最大の便益というのがですね、まあ、社会に人を合わせるんじゃなくて、 人に社会を合わせるっていう現代のですね、潮流、ですからマスパーソナリゼーションっていうのが多くの人にアピールする言葉かなというふうに思うんですけど、これを半導体なしで実現はできないんじゃないでしょうかねっていうのが、次のお話になります。そうするとですね、じゃあなぜ人に合わせるってどんなことっていうとですね、そらく個性、多様性の尊重、あるいは QOL の向上、 えー、ここら辺に、まあ、必須な技術、それぞれの人の個性や多様性、尊重しながら、しかも QOL を高めるということでしょうかね、まあ、今流行りで言うとあ、あそこにキャッチって書いて申し訳ないんですけど、ダイバーシティアンドインクルージョンっていうふうな言い方もするかなというふうに思います。次お願いしますそれで えっと、な,ぜなぜ社会発展のために個性とか多様性の尊重、あるいは QOL の向上があ、貢献が大きいのっていうとです、ね、そこに下の方に書いてありますのは、まあ、私たちが人生を送る子としての人、それから社会、それぞれがです、ね、どんなふうにして発展していくかっていうときに、さまざまな選択肢の幅を広げてくれるのよと。 経営学や経済学では、そういうその将来のです、ね、幅、あの選択肢のことをリアルオプション、リアルオプションという言い方をするんですけど、ちょっとかっこよくリアルオプションってつけたんですけれども、まあ、増大する将来の不確実性に対処するための意思決定の選択権や自由度、こういうものをです、ね、半導体はそもそも確保してくれるわけですよね。 ですから、マスパーソナライゼーションの実現には、えー、半導体なしでは、まあ、ほぼ無理ですというふうな形になります。まるで,まるで生鮮食品とか、まあ、最近、食料自給率の話もまたクローズアップされてきましたけれども、まあ、そういうものとほぼ同列のものかな、もっとそれよりも、リアルオプションを増やすという意味では、重要なものかなというふうに思っています。次お願いします でそうすると、えーまあ、そういうとても社会発展の原動力としての半導体、えー、ここで、えー、我が国にそ,のそれを担う可能性があるか、ちょっと難しいかもねっていうのが、えー、多くの方々が考えておられることだと思うんですけれども、2030年ぐらいだとどうにかなるかもねっていうふうな流れが、 ちょっと起きてきててますよそれがあの、えっと、まだこのままで結構ですけれども、そのチャンス1、チャンス2、チャンス3っていう形で、次の話につながります。でここでは、あすみません、もうちょっと、もう一回、はいあも前、前の前、戻っていただけますいはい、はいで、ここで、その得体の知れない機能組み合わせ特化型半導体っていうふうなキーワードを出していまして、 ここが、千代さん、この今までとはちょっと違う半導体なのね。え、そうなんですよえ。微細化というのが、まあ、ほぼ止まりつつあります。そうしますと、さまざまな機能を組み合わす形で、まあ、新結合型のイノベーションというのが、まあ、必須になるんですよ。そういうタイプの半導体というのが、 一つ、2030年ぐらいになると、クローズアップされてくる可能性があります。プラス、そういう半導体というのは、われわれの社会発展の原動力ですから、私たちを支えるもので、生鮮食品以上のものになりますので、そうするとですね、地産地消というのがその出てくるというロジックになります。まあ,あの、個性多様性という尊重も重要ですし、文明、文化の競争になりますし、 一方でサプライチェーンとか安全保障重視だとかその社会発展の原動力ですのでそれをいかにその国内にどうにかその確保するかということは死活、まあ、問題だというふうに思いますそれでどうぞ次お願いしますでそうするといやもう無理かもねっていうときにですね 2030年ぐらいだと、ちょっと大きな構造変化が半導体産業に起こってきてるみたいですよ、それを指摘させていただきましょう、いただけませんかねっていうのが、次のプレゼンになります。ここから文字,文字数多くなりまして、難しくなるんですね、それは私の説明力の問題だとは思うんですけども、 えー、いろんな分野の方の間で,です、ね、コミュニケーションを難しくする部分というのがこれからの部分になります。一つは先ほど原山さんのところに出てきましたファブレスファンドリーモデルというのがさ、ねえー、まざ、あえー、まな、あ、限界というのを TSMC さんには失礼な言い方なんですけれども、えー、いくつかもたらしています。でえーえー、と次のページを再し 言っていただいて、また戻っていきたいと思うんですけど、でこれがまあムーアの法則といわれるようなもので、まあ、縦軸がその物理学、あの物理学者が好きなバックスっていうあのコンピューターがあったんですけど、それを1としたときの性能、時代とともに性能がどういうふうにして上がっていったかということを示しています。これをご覧になるとです、ね、ああなんだ、2015年以降はああ停滞してるんだと。 一つのチップのパフォーマンスっていうのは2倍になるのに20年もかかるんだっていうふうな、そういう状況が今、訪れています。毎日ちょっと戻っていただきますかね。そうすると、それが TSMC さんには申し訳ないんですけども、チャンスみたいですよっていう形になります。じゃあ、なぜチャンスなのっていうときにですね、 えー、主原因というところに書いてあるんですけれども、そのえーえー、設計・製造コストのお、まあ、コストが増えるし、何度も増えるし、それに対応する投資額も並み、えー、のものじゃないと、今、半導体の工場を新しく1個作るのに、おそらく1兆5000億円ぐらいかかるんじゃないですかね、えーとまあ、工場だけでということだと思うんですけれども、えー、そうするとですね、 えーえー、何度もぞあのどんどん増えてきていまして、えー、あるさまざまなです、ね、制約というのに、えー、おさほうにです、ね、習わないとうまくいきません、あのプロの人たちはそういう半導体の工場で作るです、ね、おさほうのことを、えー、プロセスあのデザインキット、PDK というふうな言い方をするんですけれども、まあ、これが、ねまあ、TSMC だと、まあ、数千はあると。 いいう,うに言われていますしかもあの、アナログのデバイスだとです、ね、用意されているものでは足らなくて、さらに TSMC とのディスカッションが必要になります、とても高いものです、というふうなことが一つありますけれども、そうするとです、ね、自由度といいますか、私たちの多様性というのを実現するためにです、ね、多大なコストがかかってしまうということで、 今、悶々とされているさまざまな企業さんというのがおられます。高すぎるわけですよね。アップルやクワルコムにとっては安いでしょうけれども、その、中小の企業にとってはですね、半導体なしでは生きていけないわけです。それが社会発展の原動力ですから。 でも自分たちの作りたいものを、自分たちの予算の範囲内では作れないという状況が、特に最先端分野では起きてきていまして、枯れていけば、それは可能になるわけなんですけれども、そうするとどうするということで、そうするとさっき見ていただきましたように、ムーアの法則がほぼ終焉を迎えていると。 そうすると、既存のさまざまなその利用可能な機能というものをうまく組み合わせて、そこで半導体のデバイスを作れないかっていうお話になります。でも、こういう話をするとですね、プロたちは次のような反論をするんですね。チ、え、ューマさん、マスパーソナライゼーションというのはとても重要だってわかるよ。 で、それが私たちの社会にとっていいに決まってるんだよと、でも半導体の生産というのは、とにかく同じものを大量に作るというふうな、そういうことでもって持ってる産業なのよと、そうすると一方でマスパーソナライゼーションが起こって、一方で標準化しなきゃいけない、大量に作らなきゃいけない、その矛盾をどうするの 解決,解決できるのっていうふうなところが、あの重要な、まあ、トレードオフになってるわけですけれども、それを解決、どうやって解決するのっていうところがですね、一、まあ、つここに書いてあるような、新しいタイプのチップなんですよと。でも、組み合わせっていうものを実現するためにはですね、いろんな企業とか、いろんな団体が持ってる、 まあ、すり合わせのためのです、ね、インターフェースと、そこでは、えー、と IF っていうふうに書いてありますけれども、組み合わせの自由度を高めるためには、あらゆるところでですね、うまくその簡単に組み合わされるような、その標準化というのが行われなきゃいけません。で、実際にはこの標準化は、あの参考資料の3番目の資料にですね、 もう読んでもわからないような資料なんですけれども、いかに今、世界がその組み合わせのためにさまざまな標準化活動を行っているか、それはグーグルであったり、インテルであったり、アマゾンであったり、さまざまなところが主導する形で、ですねオープンな組み合わせ型のイノベーションを実現するためのインターフェースというのを作っています。 でこれをそのさらに推し進めていかないとです、ね、なかなか、えー、その私たちの社会発展の原動力としての半導体、多様なわれわれの欲求にです、ね、マスパーソナライゼーションに合致するような半導体デバイスを作れない、そうすると、このあたりの標準化に日本がコミットできるかどうかっていう話になるんですけど。 下の方に、Where is Japanese? って書いてあるんですけども、今、探してみるとですね、日本企業は一社も見つかりません。えー、基本的にもう、グーグルはじめとして、えー、世界の企業、特にアメリカの企業がですね、この標準化のところで大きな活動をしていまして、一トゥレ t トだなっていうのは、まあ、大体わかります。 でえー、そうするとです、ね、じゃあどこで頑張るのよっていうと、まあ、最終的に付加価値を生むところのです、ね、マスパーソナライゼーションというところで、えーえー、少し可能性があるんじゃないかなというのが次のお話になります。でチャンス2のところはです、ねえーと、その次の写真をあ、図を見せていただきますかね。えー、これはですね、まあ、2030年ぐらいになったときに、 私たちのネットワークが、インターネットがどんなふうになっているだろうかっていうのを明示したものです。今、その真ん中のところにあるエッジクラウドっていうふうに書いてあるところはですね、まあまだビビたるものですで。支配しているのは上の方のハイパースケーラーっていわれるですね、ガファムといわれるようなところの人たちです。 ところが 5G になってきますと、転送速度、オート速度がです、ね、1桁、場合によっては2桁増します。そうすると、そういうところで今のインターネットの速度はとても GAFAM を頼る感じでは維持できない形になります。そうするとです、ね、ネットワークの中心が真ん中のエッジクラウドというところに移っていくんですね。そこで、この IBM の人たちはです、ね、そこをクラウドレッドというふうに読む レッドっていうのは小さいっていう意味ですね、えー。そうするとですね、このクラウドレッドが無数にできてくるだろうと、例えばコンビニのクラウドレッド、あるいは、えーえー、さまざまなですねスーパーマーケットのクラウドレッドを含めて、あらゆるところに無数のクラウドレッドというのが、まあ、あの出てくるだろうと、まあ、えー、5G に関してですね、 えー、さまざまな工場間でもあのそういうものはローカル 5G という形でももちろん出てくるわけですけどあらゆるところに、えー、こういうその今まで、えー、スーパースケーラーといわれる人たちのところで成立していたパブリックネットワークというのがもう少し下に落ちてきてですね プライベートクラウドとか、セミパブリッククラウドというところで、非常にそのネットワークの中核が移っていくだろうというのは、ちょっと前の、1ページ前のお話です。そうするとですね、こんなところで何かうまくやれないかなと。 要するに最終需要を、えー、可能な限り拾って、ですねそこで付加価値高付加価値を生み出せるようなデバイスというのを作っていくと、じゃあ、さっきの大きなトレードオフがありまして、マスパーソナライゼーションは人類にとってとても素晴らしいこと、でも半導体産業は大量に作らなきゃいけないのよっていうですね。<laughs> その矛盾をどうやって解決するかというときに、それをです、ね、解決するためのいくつかの方策が出てきつつあると、でそれはそのソフトウェアで実現するか、ハードウェアで実現するかという、二律背反ではなくてですね、ハードウェアとソフトウェアでできてくるっていう部分なんですけど、ここの説明は難しいですね、簡単に言うとですね、ソフトウェアっていうのは、ハードウェアを動かすもの。 というふうなイメージが得られると思うんですけども、一方で半導体の設計ではですね。ハードウェアをソフトウェアで作るという部分があります。で、ソフトウェアでハードウェアを作るという形でですね。ソフトウェアディファインハードウェアというふうなかっこいい言い方もされているようですけども、もそうしますとですね。そうやってソフトウェアで作られたハードウェアというのはですね。バーチャルなものとリアルなものが出てきます。 ですから、えーと、それも動かせるんですね。で、えー、その上にですね、さらにソフトウェアが出てきます、えー。そうすると、そういうソフトウェアとハードウェアがですね、ソフトウェアディファインドハードウェアみたいな形で、ソフトウェアの柔軟性とハードウェアの柔軟性をですね、うまく揃えるような形で、えー、ディバイスが生まれるんじゃないだろうか、2030年頃はっていうふうなお話になります。 次次次に行っていただけますか、ね、次の次ですかかねねので最後なんですけど、じゃあそのときにです、ね、例えば TSMC TS が日本に来てくれるの来ないでしょう。だって、アップルやあの a r c o とか、あの手の何百何あの、えー、下手すると多くの台数が出るような、ですね、えー、そういうものが日本にないでしょう。そんなところに来てくれるわけないですよ。 というふうなお話になるわけですけれども、でもですね、もしかしたらユニークなデバイスというのを、組み合わせ型のイノベーションという形で、さっきのソフトウェアの柔軟性とハードウェアの柔軟性を持ったチップがですね、あるいはシステムができるとすると,と、TSMC 等々も寄ってきてくれるし、日本の工場もですね、 再生できるような付加価値が200ミリ工場って日本で、日本の200ミリ工場は世界で最も多いわけですけれども、ほとんど使われないようになってるわけですが、そういうところの使い勝手ももしかしたら増えるかもしれないねって、私自身は思うんですけど、プロたちは、千代さん、それ無理だよというふうにおっしゃってますけれども、まあ、その時にですね、付加価値を高い チップ、あるいはそれに対応するようなソフトウェアを作れるかっていうことになると、いやいや、もしかしたらその時には、その大衆レベルの能力、えー、こんなこと言って申し訳ないんですけど、我が国はエリートよりも大衆の方うが、まあ、レベルが高いわけですよね、世界的に見て。ですから、私たちのこの大衆文化が持ってるようなですね、えー、この社会発展の原動力として、 生鮮食品のようなものとして半導体が重要な役割を果たすんだけどそこの領域まで降りてきてもらえるとです、ね、もしかしたらすごいものを作れるかもよそうすると作りやすいためのソフトウェアあのツールの開発とかも含めてです、ね、そこに政府がちょっと努力するのもいいんじゃないですかねみたいな話がこのお話になります。それで まあ、最後の方にですね、ま,あ、まだ、あのえっ、ーえー、と、まあ、江、えーえー、上さんもですね、えーえーとあの、まだまだ現役ですから、えー、例えばそういう方たちっていうのが、まだいっぱいあのおられますし、ここ2、3年で大変なことになるのかもしれませんけれども。 まあ、そ,のそういうものも活用しながらです、ね、あるいは200ミリ工場の一部は、いろんな実験場化するという形の,その政府のお金とかもです、ね、そこに新材料、組織構造、アナログ無線通信、センサーって書いてありますけど、例えばこういうふうなところで、専門工場みたいなものを作ると。 いうふうなことも一つ、政府としてはやれることなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、ちょっと長くなってすみません、もう終わりますけれども、こういうふうにして、とにかく半導体産業の構造が大きく総変化していますとえーえーえーまとめで申し訳ないんですけれども、そうすると、ムーアの法則がほぼ終焉しつつあります。 そうすると、既存のものを組み合わせるっていうところの重要性が高まってきています。そのためのハードウェア、ソフトウェア、さまざまなですね、インターフェースの標準化も含めて、世界中でその方向に向かっています。そうすると、そこで利用可能なツールを使いながらですね、 私たちのまあ大衆文化のえーえーまあとても優秀なところを、ユニークなところを使って、ユニークな組み合わせ半導体というのが、もしかしたら私たち半導体産業をですねえ再生してくれるかもしれませんよ、でも可能性はあの低いんですけどっていうふうなあのことでしょうかね。 ですから、まああの、えー、2030年プラスを見据えてっていうふうな形のものだったらこうかな。でも早くやりたいっていうことだったらとにかく、えー、何十兆円もかけてですね、猶予するっていう選択肢もあり得るかなというふうに思います。ちょっと長くなってすいませんけど、これで終わらせていただきます。中村参考人ありがとうございました。えー、次に